世界教会は、まあ、母教会と言いますけれども、実家に帰ってきたような、まあ、実家に帰るんだというようなつもりでありまして、今日も来たんですけれども、ほとんど知らない、ちょっと、もともと気が小さいんで、完全に洗ってます。まあ、西日暮里教会でもたまにメッセージを取り継いだんですけれども、上がっちゃうんですね。上がって、ノートしてるんですけれども、全然そのノートが見られないで、話をした覚えがありますけれども、大体3人兄弟の真ん中で本当に影が薄い子供でした。姉は活発でした。弟は長男というか男一人なので、存在感があって、私は本当にいてもいなくてもいい子みたいな感じで、生まれた時もああまた女かって父が言ったそうで、まあ戦争中っていうか、昭和10年生まれですから、まあ、そういうことで、まあ、日本は大体男の子が昔は喜ばれたんですけどね。それでそんなことで本当に影が薄くて、誰も話しかけなくて、話をしたことがありませんでした。何かこう働いている工場の人たちに言われても何も言えなくて、何か言わなきゃ悪いなと思って、出る言葉が、うーんって言うので、私のあだ名、うんちゃんって言うので、うんちゃんって言われて、中学生ぐらいになってから、うんちゃんじゃかわいそうかななんてみんなが言って、まあ、ちいちゃんっていうことになったんですけど、本当に母もあんまり喋らないと、もう声が出るか出ないかわかんないんじゃないのって言われるぐらい、それで自分でも、そういえば自分の声も聞いてつかないなっていう感じで、本当に人のいないところへ行って、うーうーって声出したぐらい、それぐらい話をしなかったんですね。でも、私は、川一つ隣の家が北小で、私の家からが上橋だったんですね。上橋っていうのは本当に工業高校の隣に住んでて上橋まで行くっていうのがすごくこう子供心に大変だなと思いました。初めは一応北小に申し込んだんですけれども、戦争がこれから起こるから、昭和16年が入学で16年から戦争が始まったんですけど、それで危ないからっていうことで、みんな地域で固まって上橋に行くようにっていうことで、北小の方に行けなくて上橋まで行きました。で、学校に行ってみたら、その時代みんな子どもたちが反転なんかして、若い手の反転なんか着けてるんですね。見たことのないような感じで着物着ている人もいましたし、それまで通ってた幼稚園は教会の新関駅のところにあった教会の幼稚園だったの。本当に雰囲気が違ってびっくりしました。で、小学校1年で隣にいた男の子はなかなか頭が良さそうな背の高い子だったんですけれども、その子がこう国語の本を読んだ時に何かお人形さんのことが書いてあったんですね。これでお人形さんはって読めばいいんですけど、年曲子っていうんですかね。お人形さんはって書いてあるのに、年曲子はって言って、先生がいくら直しても、もう上がってたのかもしれないんですけど、年曲子って読んで、もう本当に今でも、忘れられないんですけど、その人はなんか新聞記者かなみたいになったんですが、そのぐらいこう違うところに行って、それで通うのにもうとにかく昔は風が強くて、
足をさらわれてよく転ぶんですね。風が強くて遠くて、あの冬になるとこう灌漑用水みたいなのがあって、そこをみんなこう伏せて、あの風が当たらないようにして通って、なんでこんなところへ来るのかなと思ったんですけれども、今になってみると、あ、田舎の学校行ってよかったなと思うんですね。みんな優しくて、戦争になって食べ物がないと、草の穂ですね、今あの通ると草の穂、白い穂がこうほやほやっていうのがこういっぱいこう出てますよ。多分あれじゃないかと思うんですけど、あれがまだあの草の茎の中に入っている時に、それをこういっぱいあの何百本も抜いて、それでそれを塩漬けか何かにして、あの持ってきて私に食べさせてくれるんですね。あとレンゲを摘んで、レンゲもあの塩漬けにして持ってきてくれて、本当に優しいなと思いました。それであのよく主人なんかは学校でいじめられたとか喧嘩したとか言うんですけど、私は本当に口きけない子なのに、みんなバカにもしないで、あの本当にみんな優しくて、休み時間になると周りにみんな寄ってきて、おはじきをしたり、お手玉をしたり、丸つきをしたりして、あの、まあ、勉強も好きだったんですけど、みんなが優しく遊んでくれるのはとっても嬉しくて、あのそういうところで私の土台ができたかなと思うんですね。それがずっとあの、まあ、友達関係、人間関係はここの教会の方と同じで、気持ちだけはつながっているなという気がするんですね。直接会いはしなかったんですけど、でも2度ぐらい東京まで会いに来てくれたでしょうかね。だからそういうことで、あ、田舎の学校行ってよかったと思いますし、それでまたあの東京へ行っても、やっぱり、ああ、群馬の田舎に育ってよかったと思うんですね。本当に言うとそれは失礼だって、主人は東京生まれですから、それは失礼だって言うんですね。それで私が田舎に来てよかったとかって言うと、田舎っていうのは差別用語なんで使わない方がいいよ、よく言ってるけどって言うんですけど、私は田舎が好きだから伝えたいんだけど、そうなのかなと思って注意しなきゃと思うんですけど、皆さんはどうでしょうかね。あの、まあ、私はとうとう最後まで40何年間東京になれなかったんですけれども、そういう、まあ、影の薄い人間で、自分で親にも兄弟にも、あの要求ものよ、なんて言うんでしょうね、ああしてほしいとかこうしてほしいとかって言った覚えもほとんどないんですね。何でもその代わり親の言うことはあの 100% 以上ですかね、 120% ぐらい聞いちゃったなっていう気がします。今でも、あ、結婚してからもそうだなと思って、私は一体どういう人生を歩んできたんだろうと思いますけれども、あの自分でやりたいこととか、なんかそういうことをあんまり考えないで人の言う通りになんか生きてきた気がしますね。あの、まあ、やりたいこともないわけじゃなかったんですけれども、一体私の人生何なんだろうと思うんですけれども、でもやっぱり、あの、あ、これが私の生き方なんだなと、あの、は、あの、最近思うようになりました。私は幼稚園に行ったときに、私は幼稚園の先生になろうとすぐ思ったんですね。で、幼稚園行ってももちろん口は全然つかないですし、出席を取られても返事もできませんし、本当に遊びもできないし、あのそんなに楽しくはなかったと思うんですけど、でもやっぱり幼稚園の先生になろうと思って母に言ったら、まあ、いいね、じゃあ幼稚園の先生になりなさいって言ってくれたんで、あのそれがすごくあの私の生きる励みになりました。
それで今度学校行ったら幼稚園の先生になろうと思ったけど学校の先生の方がいいわと思ったんですね。それで母に幼稚園の先生になりたいって言ったんだけど学校行ったら学校の先生になりたいんだけどって言ったら母がいいんじゃない頑張んなさいって言ってずっと学校の先生になりたくてそれでだからって勉強な勉強したわけでも何でもないんですね。ほとんど昔の子はみんな勉強したじゃないかと私は思ってるんですけどもそんなに勉強も、しませんし、まあ、先生の言うことだけは授業中しっかり、聞いてましたけれどもでも中学校になって終戦になったのが小学校4年でしたね。それで、これで戦争がなくなるのかとかいう思いとそれからは男女平等になるっていうのがあって今まで男女平等じゃなかったのって聞いたら男女日本は男女平等じゃなかったんで男の人が偉いんだよって母に言われてそんなの変言った覚えがあるからやっぱり少しは自分の考えがあったのかなとも思いますけれどもちょうど中学校の時に教科書が今までの教科書隅に塗られたような教科書は本当に子供心につまらないなと思ったんですけれども中学校になったらクリスチャンの人の生き方生涯っていうのが非常に国語の本に載ってたんですね。覚えてらっしゃる方も日本中同じ教科書持ってたんで覚えてる方もいらっしゃると思うんですけれどもリビングストーンだとか何かその他もいろんなそういう宣教師だとかクリスチャンも立派な人たちのことが国語の本に書かれててちょっと影響されたかなと思うんですね。それで何かラジオから聞こえる賛美歌とかそういうのがあった時に母がよく一緒に歌ってました。それで今も朝 NHK の朝ドラに心に太陽ってあるんですけれどもその頃そのタイタニック号ですかねタイタニック号が沈んでそれでみんな喜んで賛美しながら賛美をしながら死んでったっていうのクリスチャンは率先して船に乗らないで死んでいったっていうのを母がよく知っててその賛美歌も歌ってくれたんですね。なんで知ってんのと思ったんですけども聞きませんでした。それで中学2年ぐらいだったでしょうかね母が乳がんを発病してその頃は本当にこんな小さい塊があったんでお医者さんに行きましたけどまだ今のようにお医者さんがいっぱいいる時代じゃなくて伊勢崎の外科を全部訪ね歩いたけどみんながんじゃないがんじゃないって言われてそんな安心した顔もしてなかったですね自分でがんじゃないかなと思ってたんですけれども、ね、それで結局最終的に私が高校1年の時に東京のがん研で手術したんですけれどももう手遅れでその時に本当に私はそんなことですので友達も積極的に作った方だな言われれば仲良く遊んだったっていう感じで母だけが頼りだったんですね。で母も優しかったですしその母が乳がんになってもう手遅れであと何年で3年から5年とか言われた時に本当に生きていく気力がなくなりましたね。それで高校入ってからも学校の先生になるって言ったら父親が絶対反対をして何が何でも
大学にはやらないということで、まあそれで父がそう言ったらもう本当に絶対ダメだと思って諦めました。ですから母もがんで間もなく亡くなるということと、それから先どの希望もないので、あまり生きてもしょうがないなって、早く死んだ方がいいなってそればっかり考えてましたね。まあ子どもの頃から友達もいないので、つまらないつまらないっていうのが私の口癖だったので、いつも死ぬ時はいつだろう、死ぬ時はいつだろうと思って、藤村美沙夫さんが手論の滝に飛び込んで死んだ、あそこは痛みが出ないっていう、もう子供心にしっかりとそのことだけは胸の中に入れて、私も死ぬ時はそういうことだと思って、そのためにあそこまで行くのお金かかれたのなと思って、もらったお小遣いは一つも使わないで貯金して痛んですけれども、でもそういう中で私は中村さんも知ってると思うんですけど、母がいなくなって、あとは犬と猫ですね。犬と猫が本当にもう何て言うんでしょうね、私の気持ちを全部分かってくれる、言わなくても分かるし、言葉が分からなくても分かるしって言って、私が悲しかったり寂しかったりして泣くと、犬でも猫でも必ず膝の上に上がって涙をペロペロ舐めて、泣く泣くなっていうのが分かるんでしょうかね、涙を舐めてくれて、本当に犬と猫がありさんでしたね。そういうことで、まず教会との出会いは、中学校の時、ずっとカスターの時からこう帰ってきて来た時に、宣教師の人がトラクト配ってたんですね。それでそれをもらって、行きたいな教会だと思いました。それで高校に行ってからも本町通りでトラクトをもらって、やっぱり行きたいと思ったんですね。でも大事にしまっておいて、でも私は家と学校しか行ったことがないっていう感じ、どこも出ないって、本当に一人で行くっていうことが考えられなかったんですね。それで教会に行くなんていうことはちょっと自分でできませんでした。でも高校卒業して、姉が、お前は洋裁を習いなさいって言って、強引に前橋の洋裁学校に行かされたんですけれども、それから間もなく母が亡くなったんで、休んだり何かしてて、結局そんな全然好きでもない、好きじゃなくて嫌いな洋裁を、結局洋裁学校に4年間も通う羽目になってしまったんですね。でも今でもよくしてて読めないんですけど、本当に好きじゃないんですね。旗を考えたりウエストを絞るのに1ミリ、2ミリにこだわっちゃうんですね。おっさん頭が痛くなっちゃって本当にダメなんですけど、本当にそんなことで無駄に4年間通ったなと思うんですけれども、でも無駄じゃなかったのは、そこにクリスチャンの人が一人いたんですね。みんなそこに行った時は年も関係なく、最後の方になると人の洋服を縫っては注文取って縫ってはやってたんですけれども、みんなとにかく明るくて元気で楽しくて、洋服を縫いながら一人流行歌が大好きな人がいて、その頃三橋美智也さん、それを大きい声でね歌いながらこう縫ってんですね。でも一人だけ賛美歌を歌う人がいて、それでその人がとっても優しくてニコニコしてるんで、私はもういつ死のうか、いつ死のうかって死ぬことばっかり考えてたんですけど、人間どうせ生きるんだったら、あんなに優しい顔で明るく歌を歌っていけたらいいなと思いました。
それで、その人が日曜日に教会行ってるっていうのを、聞いて、それで私も、伊勢崎のその頃は竹内先生のこの日記の教会しか、まだよく知らなかったんで、新しい教会はなんか天幕集会って言うんですかね、会堂じゃなくて天幕集会って時代なので、ね、どうせだったら前橋の教会行こうと思って、定期券があるので前橋の教会行こうと思って日曜日行ったんですけれども、全然教会が見つからなくて、カトリックの教会は重い鉄のドアが閉まってて入れなくて、私も教会にも行けないのかっていう寂しい思いで帰ってきたんですけれども、いつも前橋に通う道に電信柱に天幕集会の案内がいつも新聞に書いたの、その時代は集会じゃなくて新聞に筆で書いて電柱に貼ってあったんですね。それで行きたいなと思っていたんですけれども、今度これが貼られたら行こうと思ったら、もう貼られないんですね。どのくらい待ってそうでしょう。毎日毎日もうその道を絶対逃さないでその道を通ったんですけれども、貼られなかったんですけど、ある時貼られたんで、行きました。で、電柱に貼ってあるあれですから、あまり細かいことは書いてなかったんですね。それでいつも天幕集会をしてた昔の市役所の前の広場で行ったんですけど、ないんですね、天幕集会が。それで、本町通りを行って行ったんですけど、なくて、で夜なんかは絶対その前の教会がある通りっていうのは暗くて、あんまり雰囲気の道じゃなかったんで、あんまり夜は通ったことないんですけど、もう自分の心が前橋の教会にも行けなくて、でまたやっと今日行けると思ったのに行けなかったと思って、もうどうせこの私の暗い心のように暗い道を通って帰ろうと思って、暗い道を通ってきたら途中で提灯を持って提灯が見えたんですね。それでその提灯が身近を書いてあって、あれなんでこんなところに一席のね提灯を持った人がいるんだろうと思いました。それで通ったら、教会の集会をしてますので、どうぞお寄りくださいって言われたんですね。でも、本当に慣れないとこなんか、そんなね、奥へ入ってるとこなんか、私としてはとてもいけないなと思ったんですけど、それが誰かわかんないんですけど、どうぞどうぞってしつこく言われたんで、入ってきました。もし嫌なとこだったら、裏口から逃げようって思って、言ったんですけど、そこに早期先生っていう先生でしょうかね、最近何か本の紹介にその先生の写真が出てました。早期先生の奥さんですね、本を書いて懐かしんで書いたいなと思うんですけども、その先生がこう床に座布団を敷いて座ってたんですけど、その座布団を私に出してくれて、優しいなと思って、こんな寒い時に冷たい床に座ってるのに、アメリカ人の人が私に座布団を譲ってくれたと思って感激しました。それで一生懸命お話を聞いて、その時に聞いた残ったのが天国があるっていうことですね。私としてはとっても複雑でした。天国にいて母はいないんだと思った時に、何回か教会にそれからも通ったんですけど、私を産んでくれて可愛がってくれた母がいないところに私一人のノーと天国にはいけない、私も母と一緒に地獄に行こうと思いました。でもやっぱりだんだん話を聞いて教会に行っているうちに、それでも私が先に救われれば周りの人も、もし子供ができたら子供も
天国に行く身分になれるのかもしれないと思いました。それで母のことはとにかく棚上げして、まあ、とにかく天国へ行くことを考えようと思ったんですね。それいろいろ考えて行きつ戻りつで地獄に一緒に母といようと思ったり天国に行きたいと思ったりしたんですけれども、そういうことを母のことを考えていると、もしかしたら母も天国に行ってるかもしれないっていう気持ちが出てきたんですね。それはどうしてかっていうと、父が戦争に行くときに子供たちが大きくなっても絶対に教会の幼稚園だけには入れるなって、それだけを言い寄りで戦争に行ったらしいんです。それなのに母は私を教会の幼稚園に入れちゃったんですね。それでクリスマス会なんかがあったんですけれども、その頃はもう先生さんたちがいて、ちゃんと福音が語られていないのか、そういう教会だったのか分かりませんけど、神様のことをほとんど話さなかったですね、教会で。でも母は喜んで教会のそういう人たちに来てくれましたし、それからドンリュー様に、みんなあの頃子供がドンリュー様に行った時に、母はドンリュー様に行こうって言って行くんですけど、いつも五方伝道してたんですね、救世軍が。そこに言っちゃってずっと話を聞くんですね。で、私はもうドンリュー様でこういう風船っていうのを口の中に入れて、こう体操みたいなのであれが買ってもらえたりして、早く行こう早く行こうってこう袖引っ張るんですけども、ちょっと待ってねちょっと待ってねって言って聞いてんですね。で、そのことでやっぱり母はなんかキリスト教に関心があるっていうこと、それからよく賛美歌を知ってる、そういうことを考えると、あれって思うんですね。それから最後は軍隊で亡くなったんですけど、軍隊に入院してる時も結構病院でも母はいろんな人に疲れて、いつも母のベッドの周りには患者さんだとか付き添いの人たちが来て遊んでました。そういう人たちが母に病気はこれね、信じると病気が治るんだって信じてとかって言って、新聞持ってきたりトラックみたいに持ってきたりするんですけど、私がそれを読んで、治る人がいるんだったらやってみたらいいんじゃないかなと思ったんですね。それで母に言ったら、それは本当に神様じゃないんだよって言ったんですね。本当の神様とか本当の神様じゃないっていうのは多分キリスト教しかないんじゃないかなと思いました。それで母のことは神様にお任せして、私は信じようと思って信仰を持ちました。それではっきりと信仰告白をしてから、教会に行ってすぐからなんですけれども、私はやっぱり神様の話をする人になりたいと思ったんですね。その頃の牧師が婦人伝道者でしたので、女の人でもなれるんだったら私は絶対なりたいと思いました。でも父親がとにかく毎週毎週教会に行くことを妨害してすごい状態だったので、そういう中でもカソリック のシスターがこう聖書なんて売りに来るんですね。そういう人が来ると、まあ教会に行くのはなんとか許すけど、ああいうのにやつはなるなって言ったもんですから、とても献身するなんていうことは考えられなかったんですけど、でも
まあ、そういう中で